こんにちは、エマです。一日1問、ディクテーションの時間です。聞き取って書いてください。時間がある人はシャドーイングもしてみてください。では、三回言います。あれチケット忘れたかもしれない。ちゃんとカバンの中に入れたはずなのに。どうしよう。次は、 少しゆっくり言いますあれチケット忘れたかもしれないちゃんとカバンの中に入れたはずなのにどうしよう最後に字幕を入れて言います あれチケット忘れたかもしれないちゃんとカバンの中に入れたはずなのにどうしようでは解説の時間ですどうですか聞き取れましたかではもう一度一緒に発音をしてみましょう私の後に続けて言ってくださいあれ チケット忘れたかもしれない。ちゃんとカバンの中に入れたはずなのに、どうしよう。どうですか上手に言えましたかちょっと困っていたり、不安に思っているときは、語尾は下げた方が気持ちが伝わります。ちゃんとカバンの中に入れたはずなのに、どうしよう。 このように語尾を上げてしまうと真剣さや深刻さというのが伝わりません。ちゃんとカバンの中に入れたはずなのにどうしよう。このように語尾は下げた方がいいですね。そして今日は「ちゃんと」という言葉が入っていましたがこれはどんな意味か分かりますか ちゃんとというのは、しっかりとかきっちりといった意味があります。今回のディクテーションでは、確実にという意味で使われていましたね。確実にカバンの中に入れたはずなのに、と言っています。では最後にもう一度私と一緒に言ってください。あれチケット忘れたかもしれない。 ちゃんとカバンの中に入れたはずなのに、どうしよう。いいですね。その調子です。発音は大切ですから、一緒に毎日練習しましょうね。そして、今日勉強したちゃんとという言葉も一緒に覚えて、ぜひ使ってみてくださいね。今日も頑張りましたね。お疲れ様でした。では、また次のディクテーション。 一緒に頑張りましょう。では、またね。さようなら。